で、これはですね、ぐーっとスライドしてきて、このように分割。はい、こんにちは、カウパパです。今日はチタンのアルコールストーブのお話でございます。先日アップした動画でアルコールストーブの4種類比較しますという動画を上げました。その中でやっぱりですね、コメントとか問い合わせでチタンのアルコールストーブのお問い合わせが多かったもんですから、今回そのチタンのアルコールストーブだけをピックアップしたね、動画を作りたいと思います。まあ、早速ですね、こちらです。いい色に焼けてますねこれ前もご紹介しましたエバニューのチタンアルコールストーブ、品番は EBY254 で、重さが 34g です。で、値段がですね、エバニューのホームページでは税込み4180円となってました。で、これはですね、もう見た通りなんですが、まあ、他のアルコールストーブと同様に、まあ、この中にアルコール燃料を入れてですね、まあ、火をつけて燃やすんですが、炎の噴射口が、まあ、上の段下の段と2段ついてます。で、この2段ついてる、まあ、意味はですね、2つ噴射してこう火力を務めようということも1つあるんですが、上の段に、まあ、鍋を乗せて、これ上の段が五徳の代わりになるんですが、それでも下の段は塞がりませんので、下の段からですね加熱することができると、まあ、この2段式はかなり意味があるものになってます。で、こちらはですね、この内側を見ますと、これ見えますかね、見えづらいかな、この内側にですね、目盛りの線が3本切ってあります。で、この3本の目盛りはですね、ミリリットルで表示されてるんですが、30ミリリットル、で60ミリリットル、で一番上の線が70ミリリットルということで、3本の線が切られてます。これは燃料を入れる際の目安になるんですが、その一番大きい70ミリリットルというのはですね、満タンで70ミリリットルまでにしてくださいと、ここまでにしてくださいという線です。30ミリリットルの方のお話をしますと、この30ミリリットルまでアルコール燃料を入れてですね、点火します。そうすると、まあ気温にもよりますけど、約5分間燃えます。で、その5分間で400ミリリットルから500ミリリットルのお湯を沸かすことができると。まあ一応そのような目安です。同じアルコールストーブのトランギアとかエスビットと比べて火力が倍です。はい。これが本体の説明です。じゃあ本体を置いといてですね、で続いては、どっちかというとこれの、まあ、これの方が興味あった方が多かったと思うんですが、アルコールストーブ用のスタンドです。正式名称はアルコールストーブ用スタンド DX と、まあ、まんまですけど、まあ、そういう名前になってます。で、品番は EBY257 という品番です。重さは 52g で、値段はエバニューのホームページでは税込み4480円となっています。これはね、上にこういうプレート、僕は使わないんで今回説明しませんけど、パワープレートという燃焼効率を上げるパーツがついてます。で、これはですね、ぐーっとスライドしてきて、このように分割することができます。で、使い方なんですが、この先ほどのチタンのアルコールストーブ本体、これを下の段に設置します。ちょうどこのようにね、下がストッパーがついてますので、ストッパーに当たるまでねじ込みます。後ろから見るとこんな感じですね。ストッパーで止まります。実質、まあこのままで使えないかというと、まあ使わない方がいいですね。これがついてますので、この上の段のものがですね、実質風防兼ごとくになってます。で、これを組み立てますね。このようにね、持ち上げてくるっとひっくり返します。ひっくり返して上にはめます。はめるのは簡単です。スッと入ります。ちょっとね、ちょっとこういう形になるんですね。こんな感じになります。上から見ると、まあ、こういう風になってまして、奥にねアルコールストーブが見えます。で、この形はですね、まあ、風防、いわゆる風よけとしての働きと、
もう一つやっぱり大事なことがあって、もう見てお気づきだと思いますが、これ円筒形になってますね。いわゆる筒になってます。そうしますと筒の一番下で火がたかれるわけですから、上昇気流が発生します。まあ、上昇気流が発生するということは、まあ、燃焼効率が高まるということになっておりますので、チタンアルコールストーブの威力をね、さらにこうアップさせると。で、まあ、この上にね、まあ、いろんな鍋を乗せるんですが、まあ、基本的にまあ直径が10センチもありませんから、大きな鍋も乗せられませんし、また小さすぎてもダメだと思います。例えばね、この部屋にこれ、まあ、シェラカップがあったんで今持ってきたんですけど、まあ、エヴァニューのチタンのシェラカップです。これ底がですね、これぐらいの大きさなんですが、これ乗せようとするとうまく乗っかんないんですね。シェラカップってこう先がこうすぼまってるんで、実質ここってすごい狭いじゃないですか。まあ無理して乗っかんないことはないけど、手で押さえとくようになっちゃうんで、これ標準的な大きさですよ。 300ml が入る普通のシェラカップですが、まあ、底の面積は広いもの、それを使ってもらった方がいいと思います。まあ、ちょっとそんなところを気をつけていただければ、どんなクッカーや、まあ、ケトルにも使えるんじゃないかと思います。分解するときは、まあ、このように先ほどの逆ですね。でアルコールストーブを外して、このような形になります、はい、でもちろんこれをねビルトインしたまましまうこともできます、まあ、そこら辺はさすが専用品ですね。上手にできてますね。でこれはですね、結構ねいろんなコメントで分かったんですけど、僕はこの両方セットで使ってます、まあ、コンビで使ってますね。でね、でもね、だいたいこちらは持ってない方が結構いてね、アルコールストーブ単体、まあ、こちらだけで使ってますよって方が結構いらっしゃいます。で、ね、エヴァニューではこれとこれ一緒にね、セットになったものが売ってるんですね。でそれもホームページで見たんですけど、アルコールストーブスタンド DX セットというちょっと長ったらしい名前なんですが、品番は EBY255 という品番です。合わせて 88g で、値段がね8300円なんですよ、セットで。そうするとこれバラで買うよりもセットで買っちゃった方が300円ぐらい安いんですね。あくまでもホームページ上の値段ではこのセットで買った方が300円安いというふうになってました。はい、それでは次のご紹介に入ります。次はこちらです。これもエヴァニューのね、ポットなんですが、正式名称はエヴァニューのチタンマグポット500レッドという名前になってます。品番は ECA の 266R で、重さはですね、まあ、この専用の蓋込みで 75g です。価格は4620円税込みというふうにホームページ上では載ってます。でその名前の通り容量はですね、まあ、500なんですが、500といってもこれ縁切りいっぱいで500です大体。ということは500縁切りいっぱいで、まあ、お湯沸かす人ってほとんどいませんので、まあ、その8掛けぐらいで沸かすじゃないですか。そうするとね、この中に見えますかね、あのメモリーが切ってあるんですよ。200のメモリーと400メモリー、ここにあるんですね。っていうとだいたい400メモリーで8割ですから、まあ、400ぐらい沸かすのがちょうどいいポットなのかなというふうに思います。400っていうとね、まあ、だいたいカップ麺ぐらいですかね、まあ、そんな感じです。ただまあそれだけ見るとどこにでもある普通のポットなんですが、このポットの最大の特徴はこの底面、底の面の形にあります。変な形になってますよ、段差がついてますよね。でこの段差はですね、ある目的のために段差がつけられているんですが、これが先ほどのアルコールストーブスタンド DX、 このポットを乗せるんですけど、ちょうどこの出っ張り、デコボコのデコの方がですね、内側の円に収まるんですね。ここに見ていただけると、こうですね、見事に直径が一致するんですよ、まあ、それ専用に作られてるんですけど、そのようなことで、まあ、乗せた後もですね、なんせ食い込んでますからずれることがありません。僕も何回もやってますけどずれたことがありません。
この段差があるおかげでしっかりはまります。で、収納に関しましてもセット全体をきれいに収めることができます。まずこの中にこれが入りますね。ストーブ本体が入ります。で、ごとくの上の部分をひっくり返して下の段にはめます。で、こういった付属品を入れて、で、このポットの中に収めます。ここですね、結構余裕ありますよ。で、蓋を閉めます。すべてね、この500のポットの中にきれいに収まることができます。で、空いたスペースなんかね、ここは例えば 300ml のナルゲンのボトルですが、ここにアルコール満タンに入れてこの辺入れとくとかね、あとは例えばこういう小型のライターを入れとくとか、で、こういった上でまあ蓋が閉まりますので、これで持ち歩くことができるというようなことですね。非常によくできてます。まあ、ちょっとね、30ミリの燃料じゃね、心もとないですから、それ以外に例えば60ミリを追加で持っていくとかね。以上紹介させていただきましたチタンのアルコールストーブのセット、この3つですね、これをねセットで売ってるんですよ。エヴァニューのホームページ見ると正式名称はチタンポット500ストーブセットレッドという名称です。品番は ECA の 268R で、重さですがこれ全体で 175g と、それでもめちゃくちゃ軽いですよね。ホームページ上の価格だと税込みで 12,870円という値段になってます。これ全部セットだとね、バラで買うよりもやっぱ200円ぐらい安いんですかね、まあ、ざっくりですけど。はい、以上がですね、チタンのアルコールバーナー、そしてアルコールバーナースタンドのセット、あとポット、こちらを含めたご紹介でございました。はい、長々とありがとうございました。